お世話になります一人でございます。8種類のピカチュウが順次配信されてると思うんですが、今回はその最新情報を共有させていただきたいと思います。案の定ですね、冠の雪原が配信されまして、その時動画上げることできませんでした。ですので第7弾第8弾どちらもね、今回はご紹介いたします。第7弾についてはアローラ地方のものでございまして、第8弾はワールドキャップのやつですね。これよくわかんないですけど、まあとりあえず受け取っていきます。やり方についてはいつも通りですね、不思議な贈り物で、それでワイルドエリアニュースじゃねえよバカ、さっきワイルドエリアニュースのやつやったからちょっと間違えちゃいました、すみません。不思議な贈り物を受け取るですね、シリアルコードで受け取ると。はい、じゃあまずはアローラからいきましょう。 ULTORAPHKA とウルトラピカですね。なのでウルトラ3分とかそういうニュアンスかな多分。まあいいや、とりあえず受け取っていきましょう。はい、アローラキャップのピカチュウゲットだぜ。はい、金ピカに光ってストーンって落ちてきて、いつも通りピカチュウが登場しましたと。いいね、このキャップいいね、全然違って今までと。はい、シャレオツピカチュウゲットだぜっていう感じでございます。あともう一個ね、受け取っていきましょう。シリアルコードで受け取るでございまして、こちらはですね2020年10月30日に追加されたものでございまして、 K1NP1KA1855、 うわ、これはかなりイレギュラーですね。だいたいこれ絶対海外の人予想できないでしょ。金ピカ1855、1855ってなんだろう。しかも急になんか数字がガチで入ってるし、ちょっとよくわかんないですけど、まあとりあえず受け取っておきましょう。はい、ワールドキャップのピカチュウ、なんなのこれ。いつのやつか全然知らないんですけど私これ。まあとりあえず金ピカ光ってストーンは同じ下りでございまして、全く何も変わんないですね。うわ、すごいすごいすごい、ポケモン図鑑みたいな帽子なんだこれ。あ、映画とかかな。うわ、これはすごいわ。はい、じゃあ見ていきましょう。これちょっと答え値見れないんでごめんなさい、答え値見れないっす。まずこっちから。はい、親サトシのピカチュウレベル25オスでございまして、それで特性は静電気ですね。で10万ボルト電光世界アンテルエレキネット頑張り屋の性格で、それでクラシックリボンでポケモン好きのピカチュウっていう感じですね。まあいつも通りの感じで、もう一個見ていきましょう。こっちのピカチュウですね。はい、親サトシのピカチュウレベル25オス、あ、これだけ違いますね。持ち物電気玉、ピカチュウに持たせると攻撃と特攻の威力が上がる不思議な弾、最後だけ持たせているっていうね、唯一違う要素でしたねこれ。で特性は静電気ですね、やっぱ一緒ですね。10万ボルト電光石火アイアンテールエレキネット全く一緒。頑張り屋な性格で、これもちゃんとポケモン番組で出会ったみたいな感じなんで変わんないですね。でこれはクラシックリボンも全く一緒のポケモン好きのピカチュウでございましたと。ということで今回は、最後のワールドキャップのピカチュウだけは電気玉を持っているというね、異色な感じでございまして、しかも見た目もなかなかいかついんで、ぜひ皆さんゲットしてみてください。受け取る期限については11月30日ですので、まだまだ全然期限ありますので、冠の雪原をね一通りプレイして落ち着いて息吸って吐いて、それで、ゲットすればいいんじゃないかなと私は思っております。これでね全てのピカチュウ配信されましたので、もうね情報は追う必要ないですね。それじゃピッピカチュウ。テロリストじゃないポラリスト。